日本代表活動などで中断していた J1 は18日に2週間ぶりに再開し、第32節の8試合が各地で行われる。川崎が G 大阪戦、轟で敗れれば、鹿島が J1 で初めて試合開催日以外の優勝が決定。川崎は16日の紅白戦で、負傷離脱していた MF 大島良太、24、と阿部博之、28、を主力組で起用。今季不敗のベスト布陣で必勝を期す。15年のリーグ制覇から2年で降格危機に直面する広島は、チームトップ10得点の FW アンデルソン・ロペス、24、を1トップに据える。川崎の、不敗イレブン、が V 阻止に立ち上がる。G 大阪に敗れた瞬間、鹿島の連覇が決まる崖っぷち。この紅白戦では、怪我で約2ヶ月間リーグ戦未出場の大島と阿部に加え、代表から合流した車屋が主力組に入った。9月23日の神戸戦以来約2ヶ月ぶりとなるベストメンバー。この11人が先発した試合は4戦不敗、2勝2分けって、鬼木徹監督、43、は、数字上は他力だが、自分たち次第だと思う。3つすべて勝つ、と言い切った。9月中旬まではリーグ、ルヴァン杯、天皇杯、アクルト4冠を狙える位置にいたが、約1ヶ月半でリーグ以外の3冠が消滅。シルバーコレクター、返上が目前まで迫っていただけに、悲願への思いは増す。車屋は、1年間の集大成として、代表とクラブで学んだことをすべて出し切りたい。井出口と倉田がキープレイヤーになってくるし、それだけ仕事をさせな。いかが大事、と代表の同僚を徹底マークして勝機を見出す覚悟だ。残り3試合で消化数が1試合多い鹿島との勝ち点差は7。逆転 V には2勝1分け以上が必要だが、3連勝すれば鹿島が2分けでも得失点差で上回ることが可能だ。不利な状況に変わりないけど、次勝てば鹿島にもプレッシャーはかかる、と車屋。奇跡への明かりを、まだ消すわけにはいかない、田中貴子。